私はニューヨークに大学が終わって住んでたんですが、その時にテロ事件セプテンバーイレブンスを体験して、人は自分のこの、まあ、こう権力とかのために殺し合ってしまう愚かな生き物だなって思った時に、でも自分の中にも弱さもあるしずるさもあるし、なんかそういうのをこう身に感じた時にすごくこう悲しくって、怒りがたくさん感じて、私がアイスランドに初めて行ったのは2002年で、写真を撮り始めたんですけども、双子の子のアトナとフレプナっていうんですけど、意味がイーグル鷹とレイヴェンカラスなんです。彼女たちが9歳の時から16歳が17歳、大人になるまで年に一度毎年彼女たちに会いに行って作品を撮り続けたのがこのイーグル&レイヴェンです。彼女たちを撮り始めて3年目ぐらいの時かな、私たち同じ夢見る時があるんだよって言ったんですよ。寝てる時の夢は見ないとしても、同じ夢同じものを目標にしながら私たちは生きてるんだよなっていうのを、なんかこうすごくこう思うようになって、うちの家業は550年前に京都に来て菓子屋から始まって、で300年ほど前に菓子屋から蕎麦屋になった家なんですが、お寺さんや神社さんとのつながりがあるから550年っていう長い年月がお商売をさせていただいてるし、京都の地下にある水が本当に世界でも誇りにできるぐらい良質なものなんですね。今私の中で写真をこう撮ることと家の仕事は、大切なことはすごく同じで、2つともその自然の恩恵から作られていて、そして目に見えない力によって守られているっていうことを感じながら作っているので、違うからこそそれぞれの自分にとって大切な価値観っていうのをよりクリアに分かるようになったと思います。